体制完了、スタートしました。さあ先行争いに入りますが、7番のアジュデミツオ出しがつきませんでした。さあ先行争いに入ります。名勝ボーラーまずは出てまいりました。さらにワストからは東証ギア、内からユートピア、ユートピア2番手から前に並んできました。しかし先端は3頭、あとは3馬身がいて、シーキングザダイヤが4番手、外にはブルーコンコルド、内日本ピロサーと並んでいます。直後にはタガノゲルニカ、そしてその内にバーミリアンが並んでおります。あとは1馬身差、中段の内にサカラートがいて、その外に金引きり、中段のやや後ろを追走します。あとは1馬身差、リミットレスビッド、その後は1馬身がいて、サンライズバッカスが務めから、さらには内からはタイムパラドックス、アジュデミツオ後方3番手まで上がって、あとはスターキングマン、最後方追走は2番の大気エニグマという体型です。各馬第3コーナーのカーブに入りました。やや縦長で名勝ボーラー先頭800を追加、東証ギアガスと並んでいきました。この2頭が後続に5馬身6馬身とリードを取っています。2番手には3番手にはユートピア、シーキングザダイヤ4番手を進んで、その直後にブルーコンコルド、さらにはバーミリアンが行って、内には日本ピロサート、そして中段の務め金引きりスーッと上がっていって、4コーナーから直線コースに入ります。名勝ボーラー先頭です。リードを1馬身から1馬身半取っている東証ギア2番手、あとは3馬身がいてシーキングザダイヤ、そして内から3番のユートピア突っ込んできた、すでに400を追加、さらにマストから金引きりが追い込んできた、連れてブルーコンコルド、ユートピア、シーキングザダイヤ、外から金引きり、最内にコースを取ってブルーコンコルド、前の3頭を追ってくるが、金引きり先頭200を追加、シーキングザダイヤ2番手、3番手にユートピア、ブルーコンコルド、内から懸命に3番手に接近してくるが、さあ今度はユートピア、2番手のシーキングザダイヤ、内から並んでくる、先頭は金引きり、3馬身のリード、ゴールイン、金引きりです。やはりチャンピオンは違います。